まあまあ、あるか。その辺に許してあげなよ。だって、エルフトさんが訓練してる姿を見て、これなら大丈夫だって言ってたじゃないか。だって、よかった。あ、何この友情。スカーレルさ、なんか雰囲気変わったか？うんにゃ。あれが元々のあいつなんだよ。ありがとう、ラージュ。あなたのおかげで前に進めそうよ。皆さんどうもよろしくお願いします。ドラゴン T ゲーナスでことで今日、その名は6、シナーター協会たち60、3、4回目どっちかやっていきましょう。ではね、まあ、一人も進めてまいりましょう。ということでね、崩壊の始まりね、前回ちょっと、途中でね、動画切れ撮って、まあ、それ、つなぎ合わせて、まあ、やった感じなんで、今回ね、ここからやっていきたいな、というふうに思っております。ちなみにね、1週間に1回になったのは、今言ったと、今、1000以上の動画があったから、すでに、そういうふうにしようかなって思ってますね。では、行きましょう。よし、それでは、スキャンの途中に一気に攻め込むぞ。いいっすか？あんなによろしくね。分かって、このままで見て、やばいことになりそうだしね。マジ能力の高い者が多くの壁、必ず行動を共にで、共にして、進む。半数は交代に応じて、ここで待機し。どうした？何かが？おう、地震かな。あ、すごい。ああ、なんだ、この脳を呼吸しられちゃうな。皆さん、しかし、なんか、追流化しそう。いい人、これってまさか、記憶に対する、直接干渉。どうやら、意識体が我々の配慮、配慮対象として認識した。そんな、これが意識が恐れてた、そういう気にしない？頭が割れる。何も考えられなくなる。で、メモリーが、ガガガガガガガって。なんか、モールス信号に切り替わった。おい、しっかりしろって。あれ？やだ、忘れちゃう。やだ、忘れたく。ガレス、ガレス、どこだ、ガレス。怖いよ、ママ。どこにいれば見られる？思い出せない、わからないよ。うわ、やばいな。記憶喪失かな。いや、違う違う。結果よ、もうやってるけど、どうやるんだっけ。キール、しっかり防ぎきれない、削られていく。うわあるかどうしたらいいの。このままでは戦う前にみんな記憶を真っ白に濡れてる、塗りつぶされてもよ。どうにかならないようにしろ。この人数を一度に対処することは、私の糸の力だけでは不可能だ。このままみんなのことを求めるなんて、いや、嫌だよ。ハス、泣きそうになっている。あや、近づかありません。うわ、ここで北条。直接対決の時もね、温存したかったけれど、読めません。天地万象、生命流天。飛躍者万世、覇者堅牢。竜の表情、魔王の力。四字熟語、なんとか読めたわ。ね。あれ、頭痛が止まった？少しずつぼやけていた記憶が戻ってきた感じがします。何をしたの？あや。皆さんの核に当たる部分を結界で覆い、一時的に意識体の干渉を。遮断しました。おお、すっげえ。ありがとうございます、あやさん。さすがリンカーね。いえ、私の力ではありません。あやの力ではない。それは皆さんを守りするときに使いなさいと、メイメイさんから託された宝珠です。かの有名なメイメイさんからですか。すごいっすね。チェック、そんな便利なもんがあるならとっとと使っておきやがれ。いつまで効力があるかわからないんです。意識体との結成の時まで何とか止めればよいのですが、本当にもう時間は残されてないのね。そうやね。うん。ってことで、まあね、この先やってみましょうか。おお、ボイスつけ。オッケー。
ならここからでもあるわ。どうしたんだよ、パッチ。まさか、お前まで記憶が。そうじゃないわ。この揺れ、外で何かが起こってるみたい。どうやら干渉が始まったのは、私たちに限ったことではなかったようだ。ビジョンを見てくれ。指パッチに行くとはね、いいよね。なんだよ、こりゃ。フィルージャが壊れていく。大地も空も割れていく。あの裂け目って、アズリア姉様と私を襲った魔物たちが出てきたのと同じです。確かにそうだ、よく似ている。つまりあの襲撃もイリレルシアの干渉の一つだったってことか。っていうか、なんだよありゃ。裂け目の向こう側に蜘蛛の巣みたいなのが広がってる。怖いよ。ユリフ可愛いね。ほら、口挟むな。これがこのフィルージャの真実の姿だ。張り巡らされた糸の上に他の世界から奪い取ってきた事物を敷き詰めて作った上辺だけの世界だ。本当に継ぎはぎだったな。悲しい現実が突きつけられてるね、アンプラージュ。俺たちこんな不安定な世界で暮らしていたのかよ。自分で食らうと決めたらしいな。私に後継者になるつもりがないと知って外堀を埋めてから我々を弱らせて餌食とするつもりなのか。なら急がないと。お、急いで戦闘になる感じかな。ボス、ラスボスとイリデルシアとどこもかしこもひどい状態ね。本当ですね。ひび割れだらけで、気をつけないと転んじゃいそうです。しかし、世界を破壊しちまうとは、ほんととんでもねえな、こりゃ。イスラ、イリデルシアの本拠地は、この先で問題ないのかい？ああ、随分と風景が変わってしまっているけど、間違いないはずだ。この先から、以前は感じなかった強い魔力を感じる。間違いない、かと。もはや、居場所を隠す必要もないということか。舐められたものだな。見えたよ。あそこだ。お、そろそろ、ボイス終わったな。ちょっとですね。何あれ？あ、まだあった。地面に巨大な穴が開いてる。でっかいね。そこが見えないよ。ねえ、あのパラパラ降ってきてるのって外学やね、きっとね。他の世界から引き寄せられた断片たちだよ。断片の方か。穴にどんどん吸収されてく。ああやって食われていくのかよ。さすがに何も残らないな、あれじゃ。とても深い闇です。ダークソウルの世界かな。いや、違うゲーム出すなっち。あそこに行くしかないんだよな。ええ、そうです。じゃあみんな待て。ワン、いやワンじゃない。ワンじゃない、イルじゃないし、うん、ふと、あ、ジルか、あ、みたいの。キリ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 、もうキリ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 とか。いや違う、ね、またあいつらか。おいでなすったわね。上等、帰り討ちにしてやるんだから。何でも自分のディルーと顔を合わせるのは気持ちがいいものではありませんね。まあそうやろね。自分自身がしね、影か、いや壁ちゃん鏡に映ると自分と同じような感じも。チチチチチ、そう、
その通り。話した。喋った。会話できるってことは、もしかして私たちみたいに。いや、そうじゃない。ズィルはただの依り代だ。ただの依り代ということは、もしかしてイルデルシア？語っているのはイルデルシアだ。当たってた。何ですって？我は本来言葉を吹く必要。これ全てを満たす存在ゆえ必要。見えたちと対話する影の記憶用いるべし。とんでもない上から目線ですね。確かにね。まあ予想はしていましたが。ああ、ますますムカついてきたぜ。ムカついてきたの。二人とも今は抑えて。そうまでして私たちに語りかけた理由は何なんですか？貴様はいいな、呼吸。招かれざる先導者。わあ、めっちゃ怒っとるわ。トロー、無力、失望、幻滅、破滅、絶望の夢、モデル正解、食われよ。誰が食われるか。餌として食われる、見栄として捧げられるよ。話にならないね、まるっきり。誰があんたなんかに食われてやるもんですか。余裕ぶっこきやがって。あんたの思う通りになんかさせないわ。邪魔をするならそのズィルーを倒して先に進むだけだ。出所不明、不確定に。なんだよ。相手をするな、ラージュ。観察してるだけだ。うん、多分知らんやんな、ラージュダムのことはな。そう、刺激してはダメなんだ。やる気満々ですけどね、レックスの方は。散々ご託を並べておきながら、結局は実力行使に走るとは程度が知れる。調査、分析、検討、優先。あ、壊れた。入り出るしは壊れたし。どうやら怒らせちゃったみたいだね。どの道戦うのなら、そんなの関係ないわよ。君は。だが今回は僕も同意見。俺も同意見。そんな感じが。ラージュ、やってやろう。ああ、イストの選択が間違ってないことを証明してやる。来たね、戦闘来たね。じゃあここら辺からね、まあいろいろとカットね、ステーキがてら、まあやっていこうと思うけど、その前にちょっとね、出さなあかんやつだけちょっとね、ダージュアブもなかなか使い方いいんだね。そこら辺を使っていきながら、あとはライ、ロエリートーヤレベル高っ。あれって思ったわ。で、ゴーヤから、あとは魔術関連のやつをちょいとギアン入れていかんかな。やっぱな。ネアとネシティでいいか。じゃあこれでいきましょうかね。うん。ぐるれクイーンチャーシール、自分の体でもいるが、自分の妹ではありませんね。あ、全くこれとわかんない。だからさ、だから今度こそ別にやりそうだと思う。おう、ラージア、おう。なので、ここら辺からカップリードしていこうと思ったけども、何かが出てきたから、これだけでゴー。マップ公開、糸の辺。そう。まだあったのね、チュートリアル。マップの地面が糸になっている場所では、常にムーブがマイナス1されます。糸の層を抜ける効果はなくなります。めんどくさいやつやの、めんどくさいやつやの。それまたもう行くよ。行ってくれ、頼むから。
オーケー、いいっすね。よし、いいっすね、ほんと。メリも見せて。終わりやけどな。まあ、終わりやけどな、これは。はぁ、はい、よし、こんなもの。フォアソ、フォアソ。オッケー、一瞬で終わった。力を借り、僕は進むよ。この程度か。まあ、魔術最強。よし、よっしゃ、こんなとこかな。マジでチャージ使いやすいわ。行くぜ。オッケー、よし、よし、こんなとこかな。よし、こんなとこかな。はっ、オッケー、これでどうだ。いいよ、いいよ。はい、あー、はっ、いいね。次、行きます、ね、ちょっと思い知らせてやる。カットされてそうな気がするよ。うん、よし、フォアソジンクルだ。ウィーク、目にも見せてやる。ウィークか、どうだ。すごい、いいね。やされ、こんなものだ。はい、あー、お、ちょうどいい感じのところに。それ、次、行きます。見てくれた。それ、お、いいね。こんなとこかな。あ、終わった。やいいね、素晴らしいよ。よし、うん、チェイ、いいね。おう、だ、チェインアタックが発動した。どうだ。いいですね。おー、消され、こんなもの。ギア最強。オッケー、いい感じに相手に当たったぞ。先輩、見ててくださいね。お、終わるぞ。それ、見とけよってね。いい感じに終わりましたね。行きます、うん、ルエリちゃんご一行の大勝利。かわいいルエリ。大勝利ですね、ほんとね。何が大事か、ほんと26、まあ全員28くらいできる、できるできる、あ、じゃあできるわ。フラグ監視お疲れ様です。これもマットにすると、あら不思議、全員27でいい感じになりましたとさ。ということで、先進めていきましょう。俺たちは自分の影に怯えて逃げたりなんかしない。確かにしない。影の部分を全て受け入れて乗り込んでいくんです。何それ、ギチリ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 。ミスタリアス、ミスタリアスが出てきます。シャルトス、お、シャルトスも出てきましたね。全員なんかティルと同じ格好になって、ティルを倒して先へ進むっていう感じですね。はぁー、ギャーン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 。なんかちょっと今度こそ、やっつけたのか。ちょっと叫び声おかしくない。まだ核となる記憶を完全に破壊せねば、ゼイルは何だろう。知ってるさ、リス。再生の瞬間、お前たちは無防備になる。僕の中の記憶がそう言ってるんだ。へえ。おお、進化した。いや、進化はしてない。消えない、まがいものを。まか、今の。お、バケンレックスたちも一緒になって、ようやく倒せる。やったじゃない、イスラ。勝負を決めたのは、三本目の魔剣か。以前に僕たちが追い込まれた時と、今度は真逆の結果になったわけだ。
ありがとう、イスラ。おかげで助かった。罰金者も入れていかなあかんね。今、ふと思った。別にあんたに感謝されたくてやったんじゃないよ。勘違いしないでくれ。うわ、もうツンデレなんだから、イスラは。お前は、本当に。でも、本当に助かりました。ああ。さすがに自分との戦いは、これっきりにしたいものだね。まったくです。さあ、これでもう邪魔者は消えたぜ。急ぎましょう。うん、急ぎましょう。また?イリベルシアのやつ、ゼルーが倒されたからめちゃくちゃ怒ってやがるな。めちゃくちゃ怒ってやがるな。考えにふけってる場合じゃないですよ。ふれるどころか、ぶっ壊れちゃう勢いですよ、これって。勘弁してくださいまし。おぶりたかわいです。地盤の崩壊を感知、地球避難を。だからって、どこへ逃げりゃいいって言うの。どうしたどうした、母さん。クケイコ、まだ生きてる。何ですって。アティが。いい加減しつこいやつだな。本当に待つんだ、リスだ。こいつからはもう戦えるだけの力が感じられない。我、止め発する。ありえざる奇跡、記憶の賃貸から生じたその者たちだ。ラスダムのことかな、ね、彼らはあなたの創造物ではない。干渉するべき対象じゃない。黙っておけ、廃棄物。うわ、廃棄物物扱い。イスト大丈夫か。しっかりして、イスト。逆らう痛みを愚か、存分堪能せよ。イーストがこうも簡単に押さえつけられるなんて。こいつはどれだけ底知れぬ力を持っているというんだ。何じゃ本心、我を滅し見えたる勇者らのすべて解き放つ。うぬぼれか。いや、うぬぼれではない、着信やね。ああ、そうだろ、当たり前だろ。あんたを倒して、みんなを元の世界に返してあげる約束したんだもの。無知。無知言われてもね。グノン、グバリ、魔法、マルケ、グモ、アタアタ、グレッツ、愚か愚か愚か。うわ、めっちゃなんか罵られてますけど。知らぬ哀れ、嫌悪するなだけ。よせ、やめろ、やめるんだ。遺体の記憶はフィルージャに沈め、解放不足、消滅不可避。めんどくさい不可避やな、お前。自然、汝ら追随の運命。みんなを返したら、この世界ごと私たちも消えてしまうの。それは前々から分かってたよね。ちゃんとな。これ以上はもう。だからイリエルシアも頭いかれすぎてんだよな。きっとな。だからああいうバラが出てきてんやろな。本当なのか。いつともイリュージが消える。私たちも何もかもなかったことに。答えろよ、イスト。とにかく今はここを離れよう。このままじゃどうにもならない。しっかりして、ラージ、アム。あ、ラム、ラムも壊れた。しくしょ、しくしょ。ラージはまだ正気を失ってはないようだ。アム壊れた。これお前。あれ、あ、これ来る。なら今回ここら辺までにしときましょうかね。ということで、ご視聴ありがとうございました。アリュー、アリオス、グッバイ、サラバ。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録。
ツイッターのフォローお願いします。他にもゲームタイトル不純縛りツイッターの方では様々なことを企画の人たちでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところにアーからオーまでのパートへの動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル不純縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。ではさらば。